ただいまから岸和田市市政施行100周年記念広報用横断幕贈呈式を開催いたします。寄り添うというよりは一緒にというか、一緒に別れん、まあ、別れんは僕らもお祭りなんで、僕らも楽しんで警備しようっていうふうにはみんなに対して言ってることなんですけども、それに触発されてギャラリーの皆さんも会話ができるじゃないですか。ギャラリーの人を、まあ、ちょっとイラってみたりとか、そういうこと、まあ、仲間別れないでイラやってみたり、そういう中で笑いが生まれて、そういうふうにしてその、まあ、ギャラリーの皆さんの信頼関係気づいて、まあ、別れにそこは協力してもらう。まずだんじり栄光の安全性が担保される、はい、それから、人員の負荷が低減するので、いわゆる警備に出して各庁から出していただいている人数を減らせるというところ、それから、いわゆる祭りの前段階の準備の時のコストですよね。例えばそれを小手棒を作る時間、それからどこだったか、そういうものが全てこう低減されていくという形で、どちらかというとハイブリッドのこれからの時代にあった警備の一環として、やっているというふうに考えているのではないかなと思います。私たち岸和田バリアフレントプロジェクトというのは平成26年から車椅子ユーザーがだんじりツアー、栄光を見物するということのサポートをさせていただくことで、私たちイコラとか社会福祉協議会とか岸村さんとかで、財務関係の方とかみんなで協力して、車椅子ユーザーがどうすれば岸和田祭りを楽しむことができるかということをみんなで考えてマップを作らせていただいたり、こういう試験引きの日には車椅子ユーザーを対象としたツアーをさせていただいて、特にですね、
この車椅子ユーザーさんの方々のご要望にお答えいたしまして、本日我々最後の、説教の会合があるんですけども、その席上でも、見ていただいている場所をですね、お聞きしておりますので、できる限り皆さんそちらの方にですね、見ていただけるようにですね、努力させていただこうというふうに栄光責任者協議会の方でも思っておりますので、ぜひとも、少しでも楽しんでいただけるように、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうだったらみんな行くねんよ。一応ここからね。まあもうね、今日もメンバー本部の設営をみんな手分けしてやってくれてるし、いよいよ祭り本番を迎えると、この1年が通常営業、通常開催と言い張ってきて、各団体、また市の方々とかみんな協力してもらって、開催できる方向になって、この年番として一番最大のイベント、9月1日の産後の寄り合いで寄り合い入りパレードの順番も決めて、通常営業が実現するなという気持ちで、皆さんに対して感謝の気持ちでいっぱいです。中田会長、なかなかしっかりした人物で、熱意も、心意気もあって、あの子が、我々の下で、先頭があって、警備の体制、また差し出こも、今年できるようになって、カンカン場から連番本部手前まで、ちょっとお金かかってするんやけど、それも各団体みんな協力、それはええことやということで協力してもろて、すんなり決まったし、市の方も協力してもろたし、何もかもなんか順調にいってるような気がして、本当に令和3年度奥の年番長のもと勉強させてもろて、でまた奥年番長が、コロナの中祭り、開催してくれたので、今年は本当に、みんな今年は全町祭りやるぞという気持ちで1年間取り組んでくれたんで、僕も本当に助かってました。